このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は猫のいるホテル大樹でキジトラの神接客手作りおもちゃで遊んでくれましたということでですね、このキジトラさんがですねヨドバシくんって言いますよ。で前にいてるサビ猫ちゃんがランプさんって言うようですね。ね、二人ともねまん丸で可愛いですよね。ホテルにね猫ちゃんがいてるって本当すごいなぁと思うんですけれどもね。でですね、本来であればね、猫兄さんのチャンネルっていうのは保護猫カフェを中心にね里親募集してるっていうのが多いんですけれども、今回はね周辺情報ということでねやっておるんですけれども、ヨドバシくんがね入ってきてくれたんですよね。お部屋の中に入ってくれる猫ちゃんでも最高でしょう。でこのホテル大樹さんっていうのはですね、JR の天満駅から徒歩1分ぐらいのところにあるんですけれども、天満駅っていうのがですね大阪の中心地、JR 大阪駅からね1駅のところにあるんですよ。もう立地がねもう完全に都会なんですよね。もうそれぐらいすごい場所にあるんですけれどもね、こちらのお部屋はちなみに3800円でしたよ。猫ちゃん付きでねすごいでしょう。あれカリカリしてるヨドバシくん、それいいの、ここホテルだよって思いながらねやって接してるんですけれども、でキャットスペースさんからもですね多分徒歩5分ぐらいのところかなと思うんですけれどもね、もし大阪遠征される方はですねホテル大樹さんに泊まっていただいて、そっからねあのキャットスペースさんとかね他の保護猫カフェに行ってもらえたらなと思うんです。あらスリスリやってくれてるやんか、もうめちゃくちゃ可愛いな。今ね扉を閉めてるんですけれども、扉を開けてたらねもう猫ちゃんが勝手に入ってきてくれたりとかするので、もしね入ってもらいたいなと思われる方はね、あの常にね部屋を開けっぱなしにしているとね、まあ不用心ではありますけれども来てくれますよなんか念入りにチェックしてるようなそんな感じもするんですけれども、スリスリしてくれてるねヨドバシくん、すごくね人のことが大好きな子なんですよね。で、あの扉が全然開いてなかったらですねヨドバシくんねニャーニャー泣いてアピールするんですよね。誰かおらんのみたいな感じでね、僕ここにいるよみたいな、そんな感じでね泣いてアピールする子なんですよね。ちょっと遊びたくなったということでですね、猫兄さん手作りの将軍ですよ。お、立ち上がって遊んでる、めちゃくちゃ可愛くないですかこれね。やべえな、あんた可愛いね。この丸々した子がねこうやって、ね、遊んでくれるのはもうほんと大好きなんですよ。カミカミすんの、あらそういうカミカミして神接客ですか。やべえなこの子は、立ち上がってるいやー年齢もね結構いてるかなとも思うんですけれどもね、遊んでくれてるやんか。まあプロフィールはわからないので何歳かとは言えないんですけれども、すぐにね遊びをやめちゃうのでね、やっぱそうなんだろうなとは思うんですけれどもね。でもいっぱいなどさせてくれるな、落ち着いた子ですよ。部屋に入ってきてほしいな、もっとね中に入ってきてほしいよ。なんか一緒にベッドに入るとかね、そんなしてくれたらいいなと思うんですけれども、しないかな。ちょいとしてくれた、ちょっと休んではまた遊んでくれる感じかなこの子は。カミカミかわいいわ。でホテル大樹さんの動画っていうのがですね今回で2本目なんですけれどもね、前回はねあのホテル大樹さんの周辺でご飯食べたりとかですね、まあ、やってるので、もしよかったらそちらの方もねご覧くださいね。まさかこんなにね猫ちゃんがすぐに来てくれるとは思わなかったんで ね猫ちゃん会えなかったらどうしようってちょっと不安もあったんですけれどもね、結構遭遇はできるんかなと思いますよ。かわいい、耳つぼマッサージー、どう、やがんない、うん、ムチムチボジー最高だぜ。あ、まだ遊ぶ、遊んでくれる、いいやんか。いやーほんとかわいいわー結構カミカミするのが好きなんかな。でもあんま走り回ったりとかしないタイプかな。足に合う、あ、足に合うんかごめんね足に合わして飛びついた、尻尾ピーンってなってる、お尻トントン好きかな。また走ってきてくれた、スリッパは蹴散らされたけれども、そういう遊び方もしてくれるんだね、いいよ。また遊びたいね、まだまだ遊べる、あ、飛びついてきてくれた、ちょっと楽しくなってきたのかな
こういうなんかちょっと狭いところというかね、閉鎖された空間で猫ちゃん好きですよね。こういう遊び方いいね。かわいいやんか。カミカミすんな。ホテル大輝さんはね、結構レトロな感じなので、なんか最新の設備がいいよって言われる方は苦手かもしれないですけれどもね、若干壁が薄くてね、声が響いたりとかするみたいなんでね。猫兄さんは気にしなかったんですけれどもね、で、あの電車も近く通ってますのでね。で、大阪なんで、やっぱね、電車がね、頻繁に通るんですよね。その度にゴトゴトなるので、で、終電まで寝られないとかね、始発で起きちゃったとかって言われる方もなんかね、書いてるの見たことあるので、まあそういう音に敏感な方はね、向かないなぁとは思うんですけれどもね。でも猫ちゃんがこうやって遊んでくれてる姿見るとね、泊まりたくなるかなぁとも思うんですけれども。行っていっぱいなどさせてくれるんですよ。あ、もうどっか行っちゃう？また遊ぶ、また遊ぶ、いいやんか。ヨドバシくんかわいいわ。あ、コロンってなった、コロンってなったよ、これ。いいね。ちょっとタオル邪魔かな。かわいくん、カミカミしてる。うん。猫兄さんもやっぱ邪魔やなと思ってね、これ溶けたんですけれどもね。あら、ちょっと野生的な顔してるよ、これ。いいやんか。あらららら。こういう猫ちゃん好きやな。こうやって興奮してるね。かわいいよね。お腹ツンツンすると猫キックするんですけれども、またそれもいいんですよ。んー、このぽっちゃりした感じはたまらんね。両手で掴んで、結構遊んでくれるな。正直ね、全く遊んでくれないと思ってたんですよね。だから意外なんですけれども、お腹もっても嫌やね。お腹は嫌でも怒ったりしないな。嫌がったりはするんですけれどもね。攻撃しなくてよかったよかった。ツンツンツン、あ、大丈夫やった？ツンツンぐらいだったら大丈夫なんかな。気持ちよさそうな顔するやんか、あんた。癒しの子やで、本当に。いや、こうやって接客頑張ってるんやね、君は。えらい子やで。握手していい？握手、握手。猫ちゃんとの握手もね、気持ちいいですよね。この肉球の感触とかね。お腹は嫌。足も嫌。お尻タンタン。あ、コロンってなった。あらららら。そんなんもできんの。あらららら、いいやんか。コロンってなったよ。かわいすぎるぜ、君は。いやー、ほんとに今日はね、いっぱい遊んでくれたな。コロンってする。いいやないの。あ、だいぶ動き止まったかな。あ、でもちょっと遊んでくれるかな。大輝さんの周辺っていうのはですね、日本一長い天神橋筋商店街がありますのでね、もう見てるだけで楽しいですよ。あ、もう終わったかな。出たいか。もうそろそろ出たいからね、開けてね、出てもらおうか。いや、本当に今日はありがとうね。皆様いかがだったでしょうか。ホテル大輝さん、とってもね、楽しいですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェキャットスペースさんの周辺、ホテル大輝さんでした。